よく見ると目の特徴が全然違う馬娘に対するみんなの反応。シュバちゃんの目何か見たことあるなと思ったら瞳孔白いからマックちゃんと同じような目なのか。こうして見ると目の特徴ってそれぞれ全然違うんやな。後発キャラの目はええぞ。エイナーなんか目だけでもキャラの感じがわかるわ。エースは完全に主人公の目なんだわ。エースええよな。エースね。かっこいいよな、カツラギエース。たる前のまんまるおめめ好き。たる前のまんまるおめめとまんまるボディ。トプロの夕焼けみたいな目綺麗だね。まあ言うて既存キャラも個性的な子いるけどな。やっぱり後発の方が目がキラキラしててスコ。シャカール意外とプリティフェイスしてるよな。ダスカのドラゴンアイ好き。アヤベさんの眠そうな目スコ。ワイの好きな目は爆心とアキュートなんだ。わかる、バーバの目めっちゃ綺麗よな。バーバは目が綺麗だよね。マベチンの目が一番キラキラしてるな。シイタケ。いいよね、シイタケ目。フンラロメスコ。ひときわ異彩を放つシイタケ愛。シイタケもありかなってフンラロ見て思うようになりました。福ちゃんとかもこれだったから別のものが見えてる系でネオユニもシイタケ目かと思ってたら違った。シャカールは結構可愛い顔してるってファインが言ってました。お前の言葉で胸を張って叫べよー。スペちゃん目ですらスペッとしてる。スペッとした目。川上プリンセスの目がないってマジ？川上の猫目いいよね。あれを爬虫類って思ってしまうから姫子ねえんだな。目白家の目は、タンザナイト系の色。桜爆心王の目って花びら入ってるんだよな。すげえな、うまソウル。千代ちゃん。うららどうしておめめに桜ないの？むしろうららになんであるんだ？名前に春が、って理屈だったらウンスは青空が広がるスカイ、プリキュアになる。どっかで爆心王の目の花びらは切れ込みがないから桜じゃなくて梅じゃね？って聞いたことある。実際どうなの？教えて爆トレ。北さんブラックは予作が気を切ってるはずだし、里大はセガのロゴがあるはずやろ？ボリクリ系の目が好き。ドトウちゃんのぐるぐる目が俺を惑わせる。カフェのハイライトがない目が好き。目だけならヤンデレっぽいのに実際は物静かなだけで表情豊かなのほんますこ。ダスカと川上は捕食者の目なんよ。君の圧倒的な瞳に、私は心奪われた、この気持ち、まさしく愛だ。美穂のブルボンのイノベーター目。親父の右目が気になる。夫愛か、それとも実馬準拠でクリクリお目目だったりしないだろうか。エースと比べるとスペちゃんの目はあんまり主人公感ないな。どちらかというとヒロイン感がある。ヒシミラクルちゃんのザおっとりみたいなメスコ。キャラクター造形の際の目は本当に大事よね。このあたりこだわり大切にしてるところは信頼できる。ライアンの瞳が好き。大体みんな宝石みたいに輝いてるけど特に宝石感あるような気がする。馬娘は目の描き分け多彩なのすごいわ。キャラデが何人もいるからできる芸当なんだろうけど。さらに言うと目の描き方違うのに馬娘として統一感のある雰囲気に落とし込んでるのもすごいよな。グラブルなんかも系統は違うけど他作品のコラボキャラでも違和感なく同テイストに落とし込んでくるし、開発の品質管理がしっかりしてるんだろうな。川上のプレデター愛好き、抗えなくなる。ダーレイさんとゴドルフィンさんの目は、マックちゃん目白にかけて瞳孔白いんだと思ってたけど、他の目白の馬娘全然一緒じゃないんよな。桜も千代ちゃんだけ鼻いってないし、デザイナーのさじ加減だったんだろうか？千代の桜はダービーで散ったからかな。そんな千代の前に最後に立ちはだかるのが、ピークなんて遠に過ぎたにもかかわらず兄弟無比なマルゼンスキー。舞台は東京芝2400メートル、私たちのダービーこれは熱い。マスクで気づきにくいけどエルの青々とした宝石みたいな目好き。パマチンの垂れ目は全てを癒す。ちょっとだけカスケード思い出す。冗談の目が好きだな。ダスカと川上の目は、イラストレーターさんの絵を見事に再現していて、バハのアンネローゼ推しなわい満足。ラモーヌさんの美しい平行二重が好きです。
どこぞのソシャゲなんかはあれ？こいつら瞳の色と髪型とっかえたら全員同じじゃね？ってくらい顔の特徴がないしな。これだけ個性的でそれぞれに魅力あるのはすごいと思う。ソシャゲって基本的に半月くらいの単位でガチャ入れ替えてイベント分回す世界だからね。血を吐きながら続ける悲しいマラソン、量産型キャラになってしまうのもある程度はしゃあないのかもしれん。白猫や黒猫なんかは、レア度低いキャラの方がバリエに飛んでるのがなんとも。目だけで190人かき分けた裁量信じろ。こっそり万華鏡シャリンガン混ぜてもバレなさそう。万華鏡をいつまでも覗いていられるって誰だったかアルダン。王道を行く丸尾根の緑色ですね。ぐるぐるおめめのドトウちゃんがいないとは。グラスの綺麗な瞳が好き。グラスの垂れ目大好き。レースの時はきつい三白眼になるのもすこ。元ネタよく知らなかったらうららちゃんと爆心王は姉妹って思われるんだろうな。滝音のバグった目いいよね。普段ハイライトのない換気扇みたいな目なのに馬ぴょいとか歌ってる時にキラキラしてるのずるいと思うの。ネオユニバースの瞳に見入られそうになる。こういう演出入る前の目のカットインいいよね。警察が押収した目をきっちりグラデーションに並べそう。デジタンの目を一日中覗き込んでいたい。リッキーの瞳のキラキラ具合がほんとやばい。画面に出てくるたびうおってなる。リッキーの目、ただでさえキラキラしてるのにまつげもバチバチでもうすべてが輝いてる。ブライアンちゃんのお肉しか食べなさそうな目いいよね。林秀のバナナ好きそうな目と一緒なんだよな。ボリクリとデアタクの目の色一緒なの今気づいた、てて。綺麗なお目目対象は CB お姉さんって古事記にも書いてあるから。馬娘知った時は爆心うららの瞳の中の花に衝撃を受けたなぁ。ゼファーの目が一番好きなのにここまで話題にないだと。ウンスの青い目に赤い光入ってるのが好き。ロブロイもいいぞ。トプロの朝焼けみたいな目好き。固有発動前のカットインでめちゃくちゃ映えそう。初期組の爆心王のデザインが良かっただけに、血統で瞳のマークが違うくらいの設定欲しかった。こうやって見ると表情は笑ってるのに気の強さが滲み出てんの結構おるな。デレマスとかもそうだけどちゃんと顔で見分けがつくのはいいよね。ぐるぐる目を持つ次の馬娘は、メイケイエールかな。ダスカは猫目なんで全体のボリューム含めて初見だとちょっと怖い。チヨちゃんはなんで桜族の目じゃないんだろう、青色もいいけどね。シンデレラグレイ読めばその理由はわかるぞ。パーツやモーションの共有化の縛りがあるのに、これだけ違いを出せるのがすごく、すごいです。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。